私はハイパーゲスト、グリットマン。思い出してくれ、君の使命を。わあ、せーの、アニメグリットマンラジオ、とりあえず見えるよ。はい、ね、めちゃくちゃいい声でスタートしましたが、ね、ラジオお聞きのアシストエポンの皆さん、1週間ぶりですね。グリーニッチは、パーソナリティの響きゆうた役、ゆうちゃんこと神様こと、いじられまくりよこと、エロセこと、ガラガラヘルメシこと、クワちゃんこと、広瀬ゆうです。はい、おー、かもなかったね。ラジオお聞きのアシストエポンの皆さん、グリーニッチは、今週もよろしくお願いします。同じくパーソナリティの筒時代高校宝田立花役、ゆめさんこと、神ちゃんこと、宮本ゆめです。はい、こちらはですね、アニメグリットマンをアシストアシストしていくラジオです。アシストしていくラジオです。、はい、リスナーの皆さんはアシストエポンとして、今週も僕たちのアシストよろしくお願いします。お願いします。ということでですね、冒頭でもセリフをいただきましたが、ハイパーゲストって思ってます。超すごいゲストってこと ねハイパーゲストのあの方がスタジオにいらっしゃっております。この方です。自己紹介よろしくお願いします。ラジオをお聞きの皆さん、はじめまして。グリニチは、グリニチはグリットマン役、グリットナンコと緑川光です。出ました、グリットナン。出たよ、伝説のグリットナン。流行っちゃったやつよ。あんなことありますね。どうなったの、そうなの。誰か影響力がある人がやったものなそからのなの。どこから発信されたんですか。難しいよ、ね、だから公式さんもグリットなんてなってたし、僕もグリットなんて書いてて公式が間違ったところから始まるわけ。どうどっかなんか、いや、予測変換出てきたんですよ、グリットなんか。だから俺はそのまま M と N ってめっちゃ似てるんで、またこれだろうと思ってポンとしたら、まあ、ゆうきさんとかもさ、ね、りょうすけさんとかもみんなグリットなんにしてて、でまさかのそれがトレンド入りもするっていう、もう伝説、もうすごいよね。グリットマン、じゃあもう岸北林さんが間違えてたってこと。もしかしたら公式からね、なのかな、広まってしまったのかなっていうのはある。マジで面白いよね、すごいよね。しかもあれがトレンド入るっていうのがより面白いんですけどもね。じゃあそのグリットナンさん、今日はよろしくお願いします。はい、グリットナンだよ。こんな感じですね。あ、ちょっとそういう感じですね、グリットナン。爽やかですね。爽やかなのか、喋り方おかしくないか、グリットナン。ちょっとおかしい、ちょっとおかしいです。ちょっとおかしいです。素の発音がちょっとおかしいんだよね。素の発音が特徴があるんだよね、ちょっとね。テンション感がわからない。グリットナン、グリットナンって思うんですか、僕は。じゃあどっちでもいいですよ。なんか嘘くさい店員みたい、何なんだろうな、このちょっとやっぱね、一文字違うとやっぱ嘘くさい部分が出てきちゃいますね。すいませんね。ちょっと好きなんだけど、このグリットナン。グリットナンもいい。まあ、ね、じゃあまあグリットマン兼グリットナンの、じゃあ機会があったらじゃあ作っちゃいましょうよ、つぶらいさんにも。あ、いいですね。ちょっとパロディでグリットナン、グリットナン。だってなんかツイッターで帯さんかな、なんかナンの絵あげてたんです。なんかグリットナンの絵あげてたりとか。いやいや、本当になんかそのファンの方も思い出してくれ、君の朝食をとか、すごいいじり始めてる、グリットナンが。いい感じに、ちょっと面白い感じになってる、でたまたまその時のボイスドラマにもさ、あの内海がインドの話してんだよね、インド人かとか言ってツッコミ入れてて。だからさ、奇跡が奇跡を全てはもう、そういう狙いだったんじゃないの、PC 北林さんも。PC 北林さんすごい、腕がある、やっぱり。まさかのね、グリットマン続編が来たと思ったら、あれ、グリットナンなの。グリットナンか。カレーをね、食事をね、なんかね、ご飯をこうフューチャリングしたやつだよね、多分。いろいろ回っていくんじゃないか。まあまあまあ、脱線しながらもよろしくお願いします。はい、はい、ほんでね、もう前回がね、もう哲さんが来てさ、聞いた、めちゃくちゃだった。編集が大変だった。大変でした。私あの週喉ガラガラでしたもん、もうあのラジオ終わった後から。私のプライベートが全バレするみたいな。一つでもあのビームを打ち忘れてた場合、アウトだったね。特定されるから、もういろんな休会ってことはバレてたからね。それはどこかの休会に住んでるのはもうバレてるんだが、それくらいカオスだったということで、まあそのラジオを聞いてくださったね、方から感想がね、そう、感想が届いているので、ちょっと読ませていただきたいなと思います。アシストネーム SSSS サッサーさんからいただきました。はい、ありがとうございます。ゆうちゃん、ゆめさん、ゲストの緑川さん、グリニチは、グリニチは、ラジオ第11回配信聞きました。インスタンスで始まって、インスタンスって言ってないしな、噛んだし、インスタントって言ってた、ね、インスタントって噛むっていう、もう意味が分かんないんだけど、まあそれで終わるという、とにかくぶっ飛んだ回でしたねと。最初はあれ、聞くラジオ間違えたかなと思ってアプリを閉じかけました。声優さんのラジオを聞き始めて7年、すごい、7年ぐらい経ちますが、こんなにたくさんビーム音、まあ、P 音だね、が飛び交うラジオは初めてでしたという。
すごい回だったんですよ。哲、ね、さんがあの先週はゲストとして来てくださって、うん、ちょっとね感じも違くて、もう最初からね、感じも違くて、あの感じっていうかその雰囲気っていうんですか、そのこのラジオの、え、靴下履いてた？話でした。それは話でした。履いてた、下駄で下駄で。ちゃんと履いてたのかな。ひげは剃ってましたね。ひげは剃ってて、で靴下履いてなかった。履いてなかった。あそこは下駄だったと思ったんですけど、もうなんかちょっと敵役みたいな感じでね、アニメグリッドワンラジオみたいな感じで、ちょっとこの雰囲気のラジオとは違う感じで始まって、ラジオ劇の怪獣の皆さんみたいな感じで始まって、俺らがちょっとちょっとみたいな、違うだろこのラジオはって言って、まあいつもの雰囲気に戻るって感じなんですけど、一向にねそんなことはなく、もうテスさんが自由にもう、広瀬君さ、あんとこだよね、おいバカバカ言うな、おいまたねつうんだよね、やめろ今みたいな感じで全部バラされちゃうんで、もうだから本当にえぐい回でした、えぐい回だったね、本当に。また今週も B も多くなっちゃって、今日はやめる、今日はやめる、今日はやめよ、今日はメリハリだから今日はやらない、そう、メリハリ怖いの、緑川さんこの目が怖いんだけど、やんなことない。さてさて、そんなこんなな番組なんですけども、こちら第5回アニラジアワードの投票受付がスタートしているそうで、アニラジアワード、よろしければ投票お願いしたいのですが、なんかスタッフさんがこの番組内容的には今年から新設された最優秀男女ラジオ賞が似合ってるのではっておっしゃってくださってます。男女ラジオ賞っていうのができたんだね、今年から。うんうんうん、これはいいじゃない、やばいね、いい、投票お願いしたいね、うん、でこの、まあ、アニメグリッドマンラジオとりあえずユニオンのエントリーナンバーがですね、うんうん、19番だそうです。一休さんだね。ゼロ人説出た、ゼロ人説出た、なんでなんで、覚えやすいかなと思って、一休さんだね、なんだなんだよ、19番です。ぜひアニラジアワードホームページにアクセスお願いいたします。これ本当にお願いしたいね、お願いしたい。私賞って取ったことないわ、中高時代とかも、こういうラジオとかじゃなくて、普通にそのおめでとうみたいなやつの賞がないと、いや、もし取ったらなんかしますよみたいなこと言っとけばいいじゃん、軽く軽くふんわりと、ふんわりと、やれないかもしれない、脱いじゃん、脱いじゃん、俺あのグラビアみたいな、ギリギリを攻めるグラビア、ギリギリを攻める、ギリギリを攻める、まあ夢だから今夢を語る、そう、夢は来てるんですけど下を脱ぐ、新しい、いや俺嫌いじゃないよ、いいですよね、なんか上はでもめっちゃ切るんですよ、マフラーも巻くし、どこで出すの、そうコードをめっちゃ切るんだけど、下だけ、下がこうギリギリなの、下がギリギリを攻めるっていう俺なりのそのいい感じ、そう下の、うん、下とは言わない、まあ下、うん、下をね、下をそう、うん、そういうのよくない、じゃあこの賞をいただいたら、そう、ゆうちゃんが、2人とも、なんでなんで、何もう大事件が起きるするよ、大事件、アウトですよ、ゆめさんの場合上もダメですから下だけじゃない、上もダメですからね、じゃあ私は上をね、ゆうちゃんは下をじゃあなた納得しちゃダメだよ、ゆりかさんに言われたらそれやるダメだダメだ、そんなことダメだダメだダメだ、ということでね、ぜひお願いします、お願いします。それではそろそろ始めていきましょう、せーの、アニメグリッドマンラジオとりあえずユニオン第12回アクセスクラッシュ。こんにちは、響優太です。バイ緑川光る誰アニメグリッドマンラジオとりあえずユニオン、この番組はグリッドマン制作委員会の提供でお送りいたします。せーの、グリッドマントーク。さて番組前半は普通のお便りです、うん、アニメの感想、私たちパーソナリティやゲストの方宛てのメールを紹介しておしゃべりしていきたいと思います、うん、今回はアニメグリッドマン第11回の感想を特集したいと思います、はい、たくさん今日もお便り、そして長文をいただいているそうなんですが、時間の都合上でそこいつも疲れちゃうんだよね、疲れちゃうのそこ息が持たない、時間の都合上ちょっと一部抜粋してご紹介する場合がございます、あらかじめご了承ください。はい、アシストネームグリッドナイトシグマさんからです、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。グリッドマン第11回見ました、うん、ユータの記憶喪失の謎がついに明らかになったり、うん、怪獣喪失劇があったり、グリッドマンが駆けつけた時のグリッドナイトの嬉しそうな顔や、わかるキャリバーさんを装備したアンチ君などなど最終回前とあって胸熱ポイントがたくさんありましたね。さらにラストにはアカネがあんな気になる終わり方されたら来週も見るしかないじゃないですか。そして PS、うん、いきますよ、せーの、私はハイパーエージェントグリッドマンなのだから、やばーい、うわという
病院でのセリフの時のクワッカワラビーめっちゃかっこよかったです。じゃあゆるかさん、その急にクワッカワラビーって言われても分かってないから。クワッカワラビーってご存知ですか？何？動物がいて、クワッカってつくの？ワラビーじゃなくて。そうなんです。そう、だからそれが俺に似てるっていう。ワラビーの違う種類ってこと？違う種類のクワッカワラビー。あるいるんだ。いるんです。いやいるんだ。いやワラビーは知ってるけど、クワッカワラビーっていう動物がいるんですけど、なんかそれがめちゃくちゃ俺に似てるってなってから、みんなが俺のことをクワッカワラビーと読み始めるっていう。そう、だからまあこのクワッカワラビーはまあ俺のことかな。なるほどね。そうだね。ということでね、今のユニゾンすごかった一発でした。あ、それです、こちらがクワッカワラビーです。笑った時の顔がめっちゃ似てるっていう。めちゃめちゃ似てるんだよね。って言われるんですけど、こんな似てるかな。あ、その画像が一番似てますね。コラボったら。どこで。どことどこ。じゃあアニラジ賞取ったらね、ぜひクワッカワラビーとあのラジオ始めるから。提供してくれるの。ちょっとわかんないからね。クワッカワラビーは喋らないからね。見てもらうみたいな。まあそれはいい、それはいい、それはいいよ。ついについに長かったね、その記憶喪失の謎が解けたのよ。 だからまあ記憶喪失というか、まあグリッドマンだったということだよね。いや、あのね、ゆうちゃんはかっこよかったですよね。あの、ちょっとグリッドマンがちらついた。なんかそう、だからあの病室でさ、目覚め、なんかなんで目覚めないんだってなって、いやこれはそのなんていうんだ、なんか病院のなんていうんだ、処置とかではないっていうか、ね、みんな親戚中学生もそうなって、でジャンクショップ行ってさ、でこうガチャガチャって直して、パッて目が覚めて、でだん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 こう思い、なんか一回なんだっけ、あの、ユータとグリッドマンでなんか会話するシーンみたいなあったじゃないですか、語りかけるシーン。あのあれね、洗面所の。そう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 、難しいよね、まあ捉え方いろいろあるよね。ちょっと難しかったよそこは。でしかも最後グリッドマンが意味深なセリフで切られたじゃん、なんで俺に宿ったのか、それは君がこの世界でブツみたいな、なんていうセリフだったんだろうねみたいな、これの謎が解けるのか解けないのかまあ分からんけど、まあまあそれでユータに宿ったと。でそれを思い出して、でもうだからユニゾンというか、もうだからユータではないのかな、ユータであり、まあグリッドマンっていうことなのかな、もうそういうユータマンね。ユータマンか。なんか急にチープになるんですけど、ユータマン。なんかダサくない？こんななってるさ、ユータマンって言われたらさ、ちょっと急にダサいよね。ユータマンってなると、そうこの顔、ユータマン。ま、もしくはグリッタ。グリッタ。グリッタいいですね、ちょっと。グリッタ。グリッタのタはちゃんとあれでしょ、漢字でさ、漢字表現でしょ、タ。グリッタ。俺でもこの顔よ。もう使命を思い出して、ね、もう自分の選べることがもう完全に分かった顔、あの時ってさ、お芝居的には緑川さんにちょっと寄せたりとか感じて考えてたの？まあ寄せるというかは思い出すみたいな、グリッドマン思い出しながら、なんか本当の自分みたいのを思い出して、まあ、もちろんそのだからね、まあ、緑川さんの真似という言い方は言う悪いけど、まあそのグリッドマンとしてちょっと演じるみたいな、っていうのは意識してやらせてもらいました。ありがとうございます。で最後ここね、ユニゾンして、でもユニゾンのセリフってここだけでしたっけ。あ、でもアクセスフラッシュもありましたね、そうアクセスフラッシュも一緒にやって、この時になんかどんな感じでアクセスフラッシュ言うんだっけみたいな、ちょっと言っちゃったんですよ、ね、フラッシュを俺言わないからさ、そうですよね、普段言わないからちょっとちょい打ち合わせして、そう そう でも一発だったよね、そう決めさせていただきました。懐かしいな。で衝撃のラスト、このグリッドナイトシグマさんも言ってるけどさ、そのアンチ君が嬉しそうって言ってたけど、鈴村君の芝居もまたいいんだよ。そう、しかも鈴村さんもすごい嬉しそうなんですよね、自身がなんかすごいヒーローみたいになってたもん、あのセリフ、ま、なんだっけ、ま、また待ってたぞみたいなやつでしょ、可愛かったよね、遅かったぞって、遅かったなグリッドマンって、もうヒーローだよね、ずっと言ってたもんね、鈴村さん言ってたもんね、鈴村さん自身が楽しそうでしたよね、あのあれはずるいよ、あんなずるい、かっこよかった、かっこいい、オープニングのグリッドナイトも変わってたよね、確かにアンチがね、かっこよかった、まあ、あの特性上ね、あの気持ち悪いやつのコピーしちゃったら動きがめっちゃよくなる。あいつのね、あいつの能力、コピーできちゃうから、あいつ気持ち悪かったの。
気持ち悪い気持ち悪い。でもグリッドナイトが取り込んだらめちゃかっこいいから。ずるいよな。もうプロレス技ガンガン出した。ガンガンもう。ボーンで投げるもん、ね。そしてキャリーちゃんがね。赤くなったキャリーちゃん。ね、剣がでも、うん、しかも持ち方がめっちゃかっこいいんだよ ね、 こ, いいね、こうじゃないじゃん、うん、こうこいつ伝わんないからラジオでそしたらまあ変わった瞬間そう紫色だっけ、あれ赤色か、ね、赤に変わってた、あれもめちゃくちゃかっこいい よ、 本当にこれマジ男心くすぐるよ、うんうん、一番かっこいいと思うこの技、いい技も あったしね、ユニゾンでさ、うんうん、あった ね、 ねキャリバーと一緒にユニゾンしていって、ね、で倒すっていう、うん、すげえかっこいいシーンでしたね。いや父はやばかったな。ほんでほんでまだまだ届いております。アシストネームオムライスさんからいただきました。はい、ありがとうございます。11回見ました。ありがとうございます。一言言わせてください。うん、立花と茜エモエモのエモでした。あでしょ、宮本さんが以前からおっしゃっておられた、うんうん、このエモエモのエモという言葉はまさにその通りでしたと。立花が茜を思う気持ちは設定によるものだと再度指摘されても、うん、そこで私は茜の友達、私はそれ以外に生まれてきた意味なんていらないよ。すごいね。急に入ったらもうずっとニコニコしてたのに声優さんすごいな。と言い返せる立花は本当に優しくて強い人なんだと感じまし、感動しましたと。そうだね、うん、でこのシーンのアフレコエピソード等ありましたらぜひ教えてください。いやそう、私このラジオの1回目ぐらいからずっと言ってるんだよね、立花、うんうん、と茜はエモエモのエモだって。 それがやっと言える。やっと分かったね、やっぱ茜と立花の関係性ってやっぱすごいね。うーん、いいでしょ。でこのエピソード等ありましたら、まあ、エピソードというかどんなんだろうね、どう言えばいいんだろう。緊張感はすごかったのは覚えてて、二、うんうん、人でマイク前で立って話してる時に、うんうん、でもなんかもう二人とも台本濡らしながらあのシーンはやってたと。そうなんだ、うん、ちょっともう自分自身も涙が出ちゃうようなね。もう決定的なこのシーンだったからさ、立花と茜のお互いのこのやっと本音でちょっと話せたみたいな。確かにね、うん、茜も本当にねもう全部弱い心見せて、あそこの A ちゃんやばかったな、ね、だから多分本当はちょっと立花の言葉もわかるけど、いやでも振り払おうとするけど立花が言うじゃん、でやっと茜がちょっと止まってさ、ってなった時に鉄さんが現れるんだよね。どうでもいいよな、その最初に。でもあんなにね邪魔だと思ったことはなかったね、キャラクターを今来るみたいな。もうそう、このシーンですね、これちょっとより怖さをなんか本当ね感じちゃうよね。何してくれたんだと、もうちょっとで茜を救えたのにね。もしかしたら救えたと、ね、救えたかもしれないよね。そうだよ、もうちょっとだと。でもまあみんながね邪魔だって思うような演出がやっぱり必要なんじゃないの、これからの展開。それまで割といい人のような気もするし、確かにただ遊んでるような気もするし、楽しんでるもんな、実はちょっと非常なやつなんだなっていう。ただ俺らの感想は合ってるってことですよね、邪魔だし、なんで今来たんだっていう。これが12話にどうつながるかよね。だってこれなんかオンエアには載ってないけどさ、はいはい、途中の稲田くんのあのふざけたってわけじゃないけどさ、あの漫才師のようなどうもどうもって、あれくしすぎるです。めっちゃいいやつだあれ。実は気のいいあんちゃんみたいな。使われなかったけど。そうですね。めっちゃ面白かった。テストでやってました。テストでやってたらなんか。めっちゃ軽かったよ、ね。それはちょっと。監督は、そしてもうちょっと、ちょっと、もう11回だしね。大変らしいんだから。もうちょっとね。さすがにもうちょっと凄みよってことで、ね、まあでも、まあ攻めてるよね、稲田くんもね。いや、もう毎回、ね、面白い。いや、別にあの、ふざけてるわけじゃないんだけど、選択肢として、あ、こっちじゃないんですね。あ、わかりました。カードいっぱい持ってますよね。いや、でもそれもありっちゃありな気もするしね。だからまあそうならないような展開のあれなんじゃないの。確かにあそこは、ね、だけはやっぱ譲れない、うんうん、で淡々と「君が怪獣なんぼいたいよ」って、ね、インスタンス炙りアクションを茜にかけるという、でこの顔でエンディングに向かうということよ、ね、これはどういうことっていう、どうなるんっていう。土曜日を楽しみにまあ言わないけどもね。言えんけども。そう、うん。でも緑川さんはもう知ってるっぽいから。まあね、しょうがないですね。コメンタリーの都合で先に見させていただきました。いやばかったですね。やばいって言い方悪いですよ。やばいってほらイベントでも言ったけど、はい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 、ほらまあ一番好きなのは最終話。うんって言えちゃう。そう、いや毎回ネット上でも、いや今回クライマックスじゃないみたいな感じでこう語られてるけど、まあ、確かにそれはそう思うけど、まあ最後はなんか最終話に恥じないクライマックスで。だって
ね、最終回のそのアフレコの時点で涙が出ちゃう内容が、絵がつき、あれ、ね、あの音がつき。あとやっぱね、時間は変わってないのに、いろいろこう回収してるところがすごいな。回収？だからいろいろこう投げた。なるほど。だから長く感じるかな。あ、実際よりも。なんでだろう、なんか撮ったのに。あれ尺倍ぐらい使ってるみたいな、充実感はある。だからうまいよね、やっぱ構成が。なるほど、それくらい情報量も。そう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 。なんか撮ってさ、もう見たはずなのに、なんか何も見てない最終話のような気がする。なんかどういう感じなのか、確かにちょっとわからないところもあるよね。あれがどう、なんかしっかりきちんとね、フィルムとして色ついて音入ってっていう、また違いますからね。だって全然違かったもん、第9回とかさ、第10回もそうだけど、やっぱね、まあ今回ね、第11回もだけど、あ、こういうとこはこうなってるんだとかさ、音のね、タイミングとかさ、環境音とかもこうなるんだっていうのは、やっぱりいざちゃんと見てみないとさ、わからないから。全然違うね。テレビで見ててもさ、わかんないのが、この間劇場で分かってる。そう、私もそれ見に行ったんです。いたよね、いたよね。じゃあそのメールもね、ちょっと届いているので読みたいと思います、うん、アシストネームクラゲの骨さんからです。ありがとうございます。ゆうちゃん、ゆめさん、そしてゲストの緑川さん、グリニチは。グリニチは。先日行われたグリットマン1話から3話一気見上映会に参加してきました、うん、上映前にゆうちゃんと緑川さんのトークで、なぜか上映される話ではない水着会についてのトークがヒートアップし、更衣室のカメラアングルや茜の横で、これちょっとこんなことを女性にね言い出せないけど、まあまあパイオツのね、パイオツの話をしちゃったのよね、ちょっとね。パイオツってやめなさいよ、うん、そう言うじゃんについて語るエロセユウヤが出てきたり、緑川さんからは着てるとか着てないとか関係ないという名言が飛び出したりここだけ切り取るとマジもう、ね、なんか犯罪人みたいになっちゃってる、ね、でもとても楽しい時間でした、うん、だって嬉しいね、うん、もちろん上映の方も映画館のしっかりした音響設備で、怪獣が歩く地響きや戦闘による衝撃などが臨場感たっぷりに伝わってきて、とても素晴らしかったです。次回4回から6話の上映会も決定したということで、最終話まで上映、映画館での上映が行われるのを楽しみにしていますとのことで、先週のね、キンジミロイカさんと一緒にちょっとご登壇させていただいたんですけども、うんね、いや本当に、うん、上映する話ではない話でもめちゃくちゃ盛り上がっちゃいましたよねなんでだったっけあれ、なんかすごい急に水着の話を、なんでしょ、でもだからあのこの話数だけじゃなくて、もうちょっと広くお話振られた時にいろいろこう好きなところを言ったと言ったんだよね。でも緑川さんがもうすぐ、いや水着会を撮った、水着会はすごかった。だから普段そんなにね、まあ、ゆめちゃんもいたからあれだけど、はいはい、あんまり女性キャラについて熱く語ることもないんだけど。そう、ゆるかさんそうらしい。そうそう。俺よくなんか好きなものはとか言われると、女性キャラとか、もうロボットの、客船みたいな。そうそう、人なので、ね、うん、でもだから脱いでるから、これもちょっと言ってるから、脱いでるからいいってわけではなくって、うん、すごく上手っていうか、アングルなりなんかこうその肉質感とか肉質感、いや本当になんかすごいなって、うん、そこまで思わせるのすごいなって。ただ冒頭のいかにも水着を着そうなところじゃないところでこう着てるところもこやるなってそう、やるな、ここで着るのっていう、茜の部屋で着てる絵ですね。でこう下からこうカメラをパーって撮るっていう、でこういう話をずっと一緒にね爆笑しながら盛り上がってて、爆笑だったよだから別にエロスでっていうわけでもないんだけど、そうですね、いや、うん、まあ、魅力的な、でもこのおっぱいも綺麗からの、そうそう、もちろん綺麗だし、リアルだなと思うんだけど、俺は割と何、女性がどういうの好きかっていうのもこうなんとなく仕事柄わかるので、ニュータの腹ぽよはこれはいいなそこもじゃあちゃんと色を抑えてる感じで、筋肉質じゃなくてこれはちょっと好きなポイントだなって気痩せするタイプ気痩せするタイプめっちゃいいとかもね、うつみが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 ね、ぽよ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 なんだよね、うん、確かにもこれは可愛いなって思っちゃいます、女性は。だからうまいなって、そういうポイントを抑えるかなっていう。なんか腕とかもちょっとシュッとしてないのが好きで、うつみの体なんかね、いかさんもね、ももがもうね、いいよ俺はもも派だからさ、横地町でもわかるよ、言ってたの、うん、すごいわかりますんだアンチのね、うん、おむす時のアンチの横地みたいな
まあ、実際アンチも一瞬なんかあの裸になったところあったし ね, あ, ったねあのからお風呂のシーンで、ね、あったけども、そう 今も分かっていただけたようにうん、うん、こういう感じでずっと水についてでも本当にコーティーちゃんすごかったよね。すごかったね。すごかったね。ほら一番前で見てたからさ、首の角度がしんどいからさ、たまにこういうふうに下目になると普段あんまり気にしてない下のあたりのさ、あ確かに分かる分かる、あ こんな書き込みしてた全体じゃなくてこうちょっと下から下が見るなるほどなるほどなっていうね、上目遣いで見ちゃう、こんなに動いてたんだだから本当、まあ、一番前で見てもあれくらいだったってことはさ、だから真ん中とか全体が いいだろうね、聞いたら全体よりすごいと思うよ、 4DX みたいだったもん、うん、でもう4回から6回までの上映会も決定してます、うん、で、まあ、私広瀬優也とあと斉藤壮馬さんと高橋香里さん、まあ、怪獣少女ね、役のカニさんが来てくれる、ぜひ、ね、ちょうど登場数だからね、そうまたどうせ水着会の話するんだじゃ今回本当の水着会だから確かに確かに話せるよ、ま、た話して正解だよ、水着さんなんか伝えてほしいことあれば僕伝えます大丈夫だ、もうこういう感じ巻物みたいな感じで鳥川さんから預かってきた言葉を代読させていただきますずっと語ることもできるんで、まあ、教えてください本音本音、はい、まだまだそして次に行きます、うんうんうん、アシストネームあきらさんからです、ありがとうございます、はい、ゆうちゃんゆめさん、ゲストの緑川さん、グリニチは、緑川さんに質問です。松風さんにも伺いましたが、うん、パーソナリティのお二人のアフレコ中に感じた成長したところやすごいと思ったところありましたら教えてください。そし そしてもう一つ来とる、クヨさん、うん、緑川さん、ゆめさん、ゲストの広瀬さん、グリニチは、グリニチは、以前のイベントで広瀬さんはグリッドマンの主人公は俺だからとか、悪いけど緑川さんには主役の座譲れないとグリッドマンを食うような発言をされてましたが緑川さんから見てこれは一本取られたなと思うような会心の演技はありましたかというこのね、ちょっと我々二人をこのね、緑川さん宛てに届いてるんですけども、うん、ちょっとありますか。そうですね、2人ともでも成長しなきゃいけないポジションではあるから、うん、はいはいはい、成長してますけど、いやあの ただめっちゃ素人がその番組を通して上手くなったなっていうのはない。だからまあ、2人ともあの それなりに上手かったし、だからだいぶ上手くなったねっていう感じではないけれども、うん、役どころとしてちゃんと成長してたし、やっぱユータは主人公らしい成長の仕方で、うん、でリッカはユータほどじゃないけれども、うん、茜がこうどんどん弱くなってくるので、うん、しっかりしていくさじ加減がいい塩梅、うんうんうん、おーリアルだ、眉間にしわ寄っちゃうぐらい嬉しいな嬉しすぎる。うん、だからなんだろうな、二人ともほらあの前も取材かなんかで言ったかもしれないけれども、はいはいはい、すごくなんかこう自分っていうものがもうバーンってあって、うん、今活躍大活躍中って感じではないところに、うんはいはいはい、あの本家のグリッドマンのちょっと素朴さっぽいようなものをちょっとあのスタッフさんは求めてたのかなっていう部分もあるし、うんうんうん、あのかといって魅力がないわけじゃなくってちゃんとあのそれぞれに持ち味もあるし、あの特にメインの3人はいい感じのバランスだなって。嬉しい、相馬さん聞きましたか。嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、そうそう、もちろんあの茜も含めて、うん、あ、そうそうそう、あの 4人ね、うん、っていうのはいいバランスだなってただちょっとだからそう、あの斉藤くんはあのちょっと違うじゃん、もうちょっと上じゃん、まあまあそうですね、だからあのまた今俺が言った感想とはちょっと違うんだけど、うん、蹴られた時の芝居が本当いいよね。あ、おお。でも嬉しいやつだ、あ上手だよね、毎週でもちゃんと考えてたから、そうか、嬉しいと思います。あ上手だな、これからもまた蹴られる役やってほしいどういう作品ですね、すごい目線うまいうまいよ嬉しいな、しみるな、嬉しかった、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。ということで以上、番組前半は普通のお便りをご紹介するグリッドマントークでした、うん、アニメの感想、出演者宛てのメッセージ、アクセスお待ちしております。アニメグリッドマンラジオ、とりあえずユニオン、アクセスフラッシュ、せーの、グリッドマンインフォメーション。こちらはアニメグリッドマン関連の情報をお伝えするコーナーです、放送情報、はい、テレビアニメグリッドマンは東京 MX、うん、MBS、うん、BS11、うん、ワウワウにて好評放送中、うん、ついに今週最終話を迎えます、やだ、見逃しなく、お願いします。続いて音楽情報
報です。響ゆうた、宇都美翔によるキャラクターソング1だったんだよね。でしたね。ずっと1だったけど、すいませんでした。キャラクターソング1、はい、そして宝田立花、新庄茜によるキャラクターソング2が好評発売中でございます、うん、グリットマンの世界を拡張する楽曲になっておりますので、ぜひ聴いてみてください。そしてグリットマンとアンチによるキャラクターソング3は、うん、12月26日発売です。もうこれもね、もう間もなくだね、うんうん、視聴動画もありますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、グリットマンのキャラソングのサンプルが今ここにね、こにございます。ありますよ。かっこいいね。うわ、後ろが、後ろいいね、後ろ。あ、ほんとだ。かてか全部聞いたけど、はいはい、曲ですか。聞いたけど、ありがとうございます。あ、一番すげえなと思ったの、ゆうた。どういう意味の。かっこよかった。嬉しい。嬉しい。あれ、俺が歌ってるんです、実は。あれ俺なんすよ。宇都美のあの曲の感じも好き。あのちょっとね、あれあれ、ああいうのね、ああいうラテン系、ああいうラテン系、かっこよかった。あれ、まあきっとこの番組聞いてる人男性が多いだろうから、あの立花と茜の買ってる人多いと思うんだけども、いやこれ裕太と宇都美買ってない人いたら買った方がいい。ミルカさんお墨付き来たよ。みんなほらだってさ、関連商品が売れに売れれば、うん、やっぱりじゃあ続編と考えた方がいいのかな。ちょっとエコーかけたいや、それすごく売れたらやっぱ考えなくはないじゃん。絶対そうですね。でその中でやっぱりこう何でもかんでも買えないと思うのよ、みんな限られたお小遣いの中で、うん、でもその中でいや、ゆうたとうずみのキャラソンは買ってほしい。いや、いいいい、お願いしますよ。これは本当に、あの自分が思ってたのの倍以上良かった。嬉しい。いやでも曲自体本当にかっこいいから、やっぱりそうだから、男性キャラだからってもし敬遠してる人がいるんだったら、ノンノンノン。どういう立ち位置だったんですか今、急にテイスト変わったよね。グリットマンみたいな。絶対絶対これ聞いた方がいいよ。うわー嬉しい、ありがとうございます。ヒーロー感はやっぱかっこよかったですよね、うん、あとまあグリットマンとね、アンチもそうですけれども、グリットマンどんな感じの曲なの。いや、よく聞くワードがたくさん入ってますよ。グリットビームとかアクセスフラッシュとか、いや私視聴動画聞いたんですけど、だいぶ短めのアクセスフラッシュが入ったりしてましたね。いや、たくさん入ってますよ。いろんなもん決め台詞というか、そう、でもいかにもなこうヒーローソングってわけでもないし、あのいや、グリットマンもアンチもかっこいい。アンチはね、全部終わってから聞くとこう染みるものがあるかもしれない。あ、全部終わってから、うん、アンチか。確かにやっぱり なんだろうな、オープニングとエンディングもそうだけれども、すごく詩にこだわってるじゃん。こだわってますね。だからその辺がやっぱりグリットマンよりもアンチってやっぱりこういろいろこう物語に ね、こういろいろこう関わってきてるから、深いよね、詩の内容が。茜もそうだけどね、やっぱそっち側 の、 か、ねね、あのキャラクターの騎士ってよりしみるしね、なんか感じるものもあるだろうし、12話終わってからも行きたいですね。じゃあぜひそれは、まあでも発売がね、もうあそうだ、CD のこのね、グリットマンとアンチのキャラクターソングも発売されるということなのでね、うんうんうん、まあ我々のね、方の CD の感想も、はい、ぜひね、ぜひメール送っていただけたら嬉しいなと、ね、思います。俺に勧められて買ったっていう人もぜひ送ってきてください。あ、確かに勧められたから買ったんですけど、本当よかったですっていうメールもお待ちしてます。どうしよう、いい、ね、がっかりでしたどれかさ、しないしない、それはごめん、それはセンスがない。そうだね、それ来たらもう皆さん、断言されたら嬉しい、こんなの来たんですけど、それはセンスがないっていう。あの、撮っとこう、その声あとで声のサンプル撮ってね、それに流しましょう。いいね、ぜひね、ぜひあの送っていただきたいなと思います。よろしくお願いします、はい、そしてさらに親戚中学生4人によるキャラクターソング4が1月16日に発売いたします。それぞれのソロ曲に加えて全員曲もありますとのことです。お楽しみに。そしてサギス史郎さんによるグリットマンオリジナルサウンドトラックが好評発売中ですね、はい、サギス史郎さんによる5000字を超えるセルフライナーノーツも収録しておりますので、ぜひ手に入れてくださいねと。これもかっこよかったね、聞いたけど、はい、聞いたんですか。俺まだ聞いてないんですよ、サントラ。すごい、なんかもう全然俺なんかよりも年上の方だけど、センスが素晴らしいね。あのオーケストラっぽいのもそうだし、最新のなんかこうピコピコピコみたいなサウンドもよくこう幅広く、まあだからこそずっとこうやられてる方なのかなっていうのが染みましたね。これ絶対、これお金落とすとこですよ。今でも今日お金を落とすポイントは、ゆうたとうつみのキャラソンとまずサウンドトラックですね。全部とは言わない、そんな高価なことは言わないけど、これはあった方がいい。怪しいな、この感じでね、なんか10個ぐらいいくんじゃないか。気づいたらもうやばいみたいな。それくらいね。なんとコスパさんから
たくさんグッズが出たという情報が入りまして、嬉しいね、いろいろコラボさ作品がさ毎回ね、いろんなところが出てて、ねえ、ございます、すごいすごい、洋服がたくさんと、じゃあジャージ、ジャージだよ、グリットマン同盟ジャージだって、ジャージがある、アリーのパーカーがアリーの T シャツがアリーの T シャツ2枚あるね、で、あかねちゃんの T シャツもあると、で、緑川さんさっきさ、ねえ、これかっこいいっつって、このチッコのやつ、これ光るってことですよね、うん、子供大好きだべ、うわこれかっこいい、ごめん子供じゃなくても50歳の人も幅広いよ、すごい、みんなで着れる、家族みんなで着れる、緑川さん50なんだよ、50歳の人よくよく思うんだけど、そうそう、いいよこれ、これをね、お金落とすとこじゃない、待って、ほらほら始まったよ、多いぞお金落とすポイント絞ってください緑川さん、このね、ちっこの T シャツもじゃあ落とすポイントだと、落とすポイント、いや別に全部落としてた、大丈夫ですか、よりね、よりこれはかっこいいんじゃないかという、もともとそうコスパさんはね、こっちの方にこう力入れてますから、うん、安心のクオリティですよ。ちゃんと生地も分厚いですしね。はい、ね、僕もください。私も欲しいです。あ、僕も欲しいです。それありなんだね。言ってこラジオで欲しいものは言えばいいんだよ。僕欲しいですって言えばいい。ください。ください。リアルなやつ、俺とジャージもこれも欲しいわ。ね、欲しい。細々っとね。欲しいな。はい、ということです。よろしくお願いします。そして続いてパッケージ情報です。うん、アニメグリッドマンブルーレイ &DVD 第1巻がついに発売されました。そうだ、発売されたんだ。すごい、最終回前に発売されたんだね、うん、すごいね、うん、皆さん手に入れたかな何ダメだ今日どういうこと、手に入れたでしょうか、うんうん、はい、こちら160ページ豪華ブックレット、そしてボイスドラマ CD、うん、そしてオーディオコメンタリー、うん、そしてイベント限定上映の豪邸一ちゃん、そしてヘッドフォン X とグリッドマンの世界をもっと楽しめる内容になっておりますので、うん、まだの人はぜひ買ってください、よろしくお願いします。そう、あのヘッドフォン X はあのミルカさんと一緒にイベント出た時に、うんうんうん、でもまだ体験してんのは広瀬君だけじゃない、あれ裏でも聞いてないんですか、聞いてないけど、でもそのヘッドフォン X のためにボイスもなんか取り下ろしてるから、うん、そうだよね、あの説明のね、そう、そうだ、うんうん、そういうところもねぜひあの注目していただきたいな、そうだった、ボーテイヤホン、すごいよ本当に、なんかそのどのイヤホンでもその限定されたイヤホンじゃなくても持ってるやつで使えるんだよね、そうそう使えて、うん、でちゃんとこのなんて言うんだろうな、ここからなんて言う、右から喋ってたらちゃんと右から聞こえるとか、うんうん、ちゃんとそういうサラウンドになってるから、うんうん、その辺はねすごいと思う、ぜひ皆さん、ぜひほらグリッドマンで稼いだお金でさすっげーいいヘッドホン買って使わせるよ、あの普通のコンビニのとすっげーいくらぐらいしたんすけどやっぱ違いましたよ、違いますわって聞きたいよ、あのレポート書いてね、うん、その見る方分かりますわ、半分個ずつしてお金出して、そうそうそう、めちゃくちゃいいの買って、うん、やっぱ違ったわみたいな、やっぱいいのはいいっすねみたいな、いや違う違うなちょっとちょっとそれ言っちゃうとこうどのイヤホンでも消えるかなくなっちゃうから、さらにさらにね、より良いってことね、うん、確かにそれはぜひ皆さん、皆さん皆さんもね、俺だけじゃないよ、落としてもらうの、そう、これもだからこれも買うポイントだね、結局全部いいってことなんだよもう、じゃあいくよ、そしてそしてね、はい、まだまだあるんです、はい、そしてね、うん、このパッケージの特典にも入ってるのかな、入ってない入ってないわかんないけど、入ってる入ってる、適当に言わないなんとですね、グリッドマンスペシャルイベントの詳細がもう発表されております、タイトルはですね、うん、グリッドマンショー1、わダサかっこいいってやつですよね、これ言わないよ、かっこいいでしょグリッドマンショー 1、2019年ここで詰まる俺、2019年の2月3日、うん、TFT ホールで開催されます、出演はですね、私広瀬優也、緑川ひかるさん、斎藤聡馬さん、宮本ゆめさん、うん、上田玲奈さん、うん、高橋涼介さん、結城葵さん、松風雅也さん、鈴村健一さん、三森すず子さん、奥斗のお二人、稲田哲さんと豪華メンバーでお届けいたします、すごい、これ哲さん何かっこ音声のみって何声だけってこと、哲さんは、そう、まだ簡単に言えば紀藤さんと小西さん以外みんな来るよ何してんのかな、紀藤さん、小西さん、お忙しいなよ、お忙しいの、お忙しいお忙しいでしょうよ、ブルーレイヤーほとんどみんなだからね、ぜひこれはね皆さん見ていただきたいと思います、何やるかもちょっとねちょろっと聞いたりしてるんだけど、グリッドマンショーとかって言ったらお姉さんとか出てきそうだね、みんな昼間にやるやつですね確かにショーってことはさ、なんそういうこと、いやちょろっとね、うん、小耳に挟んでるんだけど、すごいことをやるらしいよ、
何も情報入ってないじゃん。いやいや言ったらだってさ、言ったらそうだ、ね、あれだから、うん、あれでしょ、なんかショッカーの皆さんみたいなのが攻めてくるんで、なんでなんで、で俺ら助けるみたいなね、行くぞっつって、どちら言う意味、なんかあのさらわれた人が後でお菓子とかもらえるマジのショーです、お昼でやるやつ、後楽園とかやるやつ、公園とかでやるやつじゃない、うんうん、それどういうやつなんだろう ね、まあ、でもグリッドマンらしいイベントになるんじゃないのかなっていうのはね、1っていうのが気になりますね、何その言い方、やめ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 、ブルーレイ &DVD 第1巻購入者を対象にですね、うん、イベントチケットの優先販売受付を実施中ですと、うん、だからもう今実施中してますので、うん、ぜひ実施中、ね、そう実施してますので、はい、1月8日までのね受付なので忘れずにと、すぐですね、お願いします。その他全ての情報はテレビアニメグリッドマンの公式ホームページ、ツイッターをご確認お願いいたします。はい、以上アニメグリッドマン関連の情報をお伝えするグリッドマンインフォメーションでした。アニメグリッドマンラジオとりあえずユニオン、アクセスフラッシュ。ではそろそろお別れのお時間です、うん、番組ではですね、アシストエポンという名のリスナーの皆さんからのメールをお待ちしております、うん、アニメの感想や出演者へのメッセージ、うん、各コーナー宛てのアクセスお願いいたします、うん、詳しくは番組ページのアクセスフォームを参照してください。はい、アニメグリッドマンラジオとりあえずユニオンはインターネットラジオステーション音声にて毎週金曜日配信でございます、うん、次回の配信はもう年末だね、12月28日金曜日となっております。はい、そしてですね、最後にこのメールをご紹介させてください。広瀬くん、ゆめちゃん、緑川さん、こんにちは、毎週楽しく拝聴しています。いよいよ今週で最終話になってしまいました、毎回自分の予想を上回る展開に涙が止まりません。25年の時を経て一つの作品が完成するのを2度も経験できるなんて夢にも思いませんでした。6話での出演もこの作品に携われた思い出としていい経験をさせていただきました、6話では緑川さんの出演がなくご挨拶ができなかったので、呼ばれてもないのに7話の収録を見学しに行き、25年前と同じことやってるなってつくづく思いました。広瀬くん、ラジオでの明るい会話とアニメでのかっこいいお芝居のギャップにいつも感心しています。ゆめちゃん、その女子力の塊みたいな性格と振る舞いをいつまでも忘れないでください。緑川さん、昨年のウルフェスで25年ぶりに再会し、今年のウルフェスで同じステージに立てたことを本当に嬉しく思っております。実は今年のウルフェスで緑川さんが直人がヒゲ生やしててショックだったと以前からおっしゃっていたので、10年ぶりにヒゲを全部剃って挑んでいたことに気づいていただけたでしょうか。まもなく最終回ですが、しっかりとこの目に焼き付けたいと思います。今後とも皆さんのご活躍とご発展を心よりお祈り申し上げます。またいつかお会いしましょう。翔直人役、帯雅也。ねえ、ちょっとまあ最終回前にまさかの帯さんからなんかメールをいただきました。自主的なんでしょ。そうみたいですね。番組がお願いしたわけじゃなくて、ね、じゃなくて本当にメールをいつもなんか積極的だね。本当にイベントほど自分でなんかね撮ってやってきてくれたりとかさ、嬉しいな。こんなにねいっぱいいろんな思いをね綴っていただいてありがとうございます。泣きそうになっちゃった。ねちょっとなんかねうるっときちゃったね。まあでもさ、帯くんもいろいろ感慨深いだろうけど、俺もやっぱり二人ともまた帯くんとも違う複雑な思いよ。だってほら一緒にやってたわけじゃない。はいはいはい、でもこの番組には俺しか関わってないでしょ。前の主人公そして今の主人公っていうのは結構俯瞰で見てるけど、ちょっと特殊な番組の関わり方だよね。だからあんまりセンターに行き過ぎてもいけないなっては俺自身は思ってるのよ。だからみんながやっぱりこう若い人が中心になって盛り上げてった方がいいなとも思うし、不思議、この番組に関してはちょっと不思議な立ち位置だなって思う。だからなんかこのメールとかもちょっとしみるものがあるし、ごめんね俺だけ出ててっていうのもあるし、25年後にこうやってまたやるっていうのも夢にも思わないしね。それこそキャラソンなんか歌うとは夢にも思わないし、グリッドマンが歌うって、しかもニコ生にも出るっていう思わなかったです。すごいよね。もう本当ね、特殊、本当になんかいい作品だなっていうのは思いますね。だって25年前だもんね。でそれが時を経てこういう形で
ってなると。でも帯さんもすごいいっぱい来てくださったりするのがまた、ね、しかも帯さんもちゃんと出演ね、うん、していただけて、うん、ちゃんと声で、うん、ね、そのカーさんがいなかったの本当に覚えてますよ。そ、ね、でもね、そこがね、でも俺ドラマチックでいいと思うんだよね。この帯さんが出てる回に緑川さんがいないっていうのもなんかね、うん、それもなんかいいというかさ、うん、じゃないかなってね、こうね言ってるけど気づきでした気づきでしたか緑川さん。気づいてますよ。あ、本当ですか。確かに俺らもさ、昔のさ見るとさ、帯さん分かってみてチラッと隣見るとすごいダンスすごいかっこいい、なんか大人なさ、結構長めのね、ひげが、そう、おひげ生やしてたからかっこいい、かっこいいんだけどね、すごいかっこいいんだけど、かっこいい、うん、10年ぶりに気を全部取って。でもほらやっぱイベント出るんだったら、こう見に来てる人たちもやっぱさ、はいはいはい、昔のこう思い出しながら見たりするから、確かに確かに、いや正解だよ、確かにそれはそれ で、 そ、これでまた伸ばせばいい、そう、また伸ばせばいい、また伸ばせばいい、わー嬉しいね、ね、だからちょうど俺らぐらい、俺らよりもっと若いよ、10何歳、そうだよ、15、6歳とかですもんね、うん、俺がだってそのぐらいだから、そうですよ、若かったよ、っうわでも気持ちはさ一緒だったかもね、こういう、まあ、俺らは俺らいやいや2人はだってさ生まれてないじゃん、俺らもこの作品に、だから帯さんと同じ気持ちでさ、一つ一つこうグリッドマンを知ってくっていう過程は同じだったのかもね。だからさ俺らもこれ言いたくない、俺もさなんか40とかになってさ、25年前っていうアニメがあってさっていうので、40はまだちょっと40は割とバリ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 ぐらい、バリバリ、わお、40代は結構男性的にはバリバリだよ、そっかそっか、まだ振り返るには早い、そうだそうだ、50代で、50代ぐらいで、そうね、10の位が5ぐらいになると思いね、ま、だってよくラジオとかで10年前って話しても、え、50-10、40だいぶ年だなっていや10年前だと、あ、若いなって思うけど、いや10年前でもだいぶ年だ、割とだいぶ10聞いても結構いってるなっていう、確かに、まあ、自分を振り返るというよりかは、じゃあこの作品をね、また25年前もなんか、いや25年後にもね語りたいね、そうね、前というか5年にね、そう語っていけたらいいなって思うね。でもそういう作品になりそうな感じ、なります、なりました、ね、するよね、グリッドマン、うん、作品もそうだけど、うん、作品がもうそうなった時のために自分たちも頑張って生き残っていかないとね、ない、頑張らないといけない、1年残っていくのも大変だからね、絶対そうですね、本当に本当に、グリッドマンがある絶対って信じて、そうだ、グリッドマン、逆に俺らもグリッドマン盛り上げていかないといけないんだよね、俺らが今度は頑張んなきゃ、頑張っていきましょう、頑張りましょう、うん、そしてそして、うんうんうん、いよいよ明日12月22日から順次アニメグリッドマン第12回が放送配信されるわけですが、うん、最終回ですな、いやー早い、まあ見たくないな、これはまたね、もうあらすじとか言うこともなくさ、うん、もう見てくださいって感じだね、どう終わるかいや、どう結末、これ何も多分言えないよ、言えないんですよ ね、 ですよね、言えない言えない、 言っちゃったらちょっとあれだか ら、 だからただ本当に、だからさっきも言ったけど、うん、いや最終回らしい盛り上がりです、うん、クライマックスにふさわしい、そうです、終わり方ふさわしいです、はい、あ、もうちょっと涙なしではね、これちょっと見れないよ、本当にお願いします、ぜひお願いします、ということでね、はい、グリッドマン第12回お楽しみに、うん、で今回緑川さん、そのゲストをお越しいただいたのですが、うん、いかがだったでしょうか。いや、呼んでいただけていやグリッドマンだから緑川さんいないといやでもあの僕あの主人公じゃないんだよ、俺がイベントに行ったこと引きずってるってやばい、とんでもない全然本当だからもう呼んでいただけたいやいやいや、大先輩ですから大先輩にそっち行かれてきて、グリッド何、グリッド何に戻ってください、グリッド何に、はい、なんですか、グリッドだー、いやーよかった、ありがとうございます、呼んでいただけてそれグリッドなんでお別れするいやでもこうやってねワイワイ3人で3人で話すのは初めてかもしれない ね、 ね、夢さんは初めてかもしれないから、うん、こうやってワイワイできて、はい、楽しかったです、本当にありがとうございます、ありがとうございます、よろしくお願いします、うん、そして今回のおまけトークでもちょっと時間の都合上抜粋させていただいた、うん、昔の〇〇とすげーなをいっぱい喋りすぎごめんなさい振り返りたいと思いますので、うん、ぜひよろしくお願いします、はい、ということで今回はここまでです、うん、お相手は響きゆうた役広瀬優也と宝田立花役宮本ゆめとグリッドな、あ、グリッドマン役どれかひかるでした最後までボケてくるグリッドなということで第13回もインターネットラジオステーション温泉にアクセスクラッシュ、アニメグリッドマンラジオとりあえずユニオン、この番組はグリッドマン制作委員会の提供でお送りいたしました。